ベンツを変えたのはですね、野茂さんの T シャツがなんとですね、4ヶ月で2万枚売れたんですよ。皆さんこんにちは。しげしろみち TV いつもご覧いただいてありがとうございます。いつもですね、我々の業界は野球選手絡みのゲストが多いんですが、今回はですね、私が知り合ってもう37年、深い付き合いになってもう24、5年経ちます。現在はロサンゼルスに居を構えておりまして、ラスベガスで不動産業をやってたりしてですね、高校を卒業して一度は日立製作所に入られたんですが、それを辞めてしまって、どういうわけか船に乗っちゃって、アメリカに行って、大成功をされて、日本人のマインドを大事にして、いろいろとロスを拠点に活躍されている藤本明さんに来ていただきまして、私より大先輩なんですが、今日は野球とは違った話をですね、この YouTube を使って皆さんに話をしていきたいなと思ってます。藤本明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、藤本さん、はい、なんでアメリカ行ったんですか？では、岡山の方です。はい。はい、岡山から、ちょっとすみません、自分で詳しく、はい、高校どこ行ってと、はい、自慢してください。私、岡山市出身で、もう団塊の世代、昭和24年生まれ、今年、牛年なんで、年男、今年72になります。はい、それで、岡山から、香川県の、国際航路の無線通信士を養成する学校、はい、今は国立香川高専詫間キャンパスという学校なんですけど、通信士、まあ、船に乗ったり、はい、でもそのもう私なんかの時代からやっぱり船に乗る人がだんだん少なくなってきて、はい、それで私は日立製作所のコンピューター事業部に入ったんですけども、はいはい、まあ、10万人いる会社ですし、はい、それから小田誠さんという方が講談社から、うん、何でも見てやろうっていう本が、その方はフルブライトで、はい、アメリカに留学されて、それで$200を持って中南米ヨーロッパをですね旅した「何でも見てやろう」っていう本があって、はい、まあ、そういうのに感化されてですね、はい、まあ、私も、まあ、アメリカまあ、今のような情報ない時代でしたけど、はい、それでやはり船の方が飛行機より安かったんでそれで、まあ、ブラジル丸っていう移民船ですねで岡山だったんで神戸からホノルル、うん、ロサンゼルスサンパウロ450名ぐらい乗ってたんですけど、はい、ハワイでは12、13名でロスでは若者が40名ぐらい降りて、残りの方は移民でブラジルに行ったのが1972年で、来年で私はアメリカ50年になります。半世紀になります。22で行って50ですから、まあ72っていうのは分かれると思うんですけど。岡山で周りにそういう方がたくさんいらっしゃったんですか？いや、そうでもないです。そうでもない。じゃあ変わり者だったんですね。いや、そうでもないです。いや、実はですね、日立製作所で当時季節工っていうですね、まあ工場コンピューターを作ってたんで、そういうなんて今でいうアルバイトみたいな方がいて、うん、その若者もですね、なんでアルバイトしてるのって言ったら、いやアメリカに行くんだっていう、そういう方もいる、そういう方もあるんだと思ってですね、うん、はい、でまあ私もですね、まあ、若かったから、はい、それで、まあ、ロスで降りて、それで最初は皿洗いからスタートしてですね、ロスなんですね。はい、っていうかなんでハワイのが気候とか陽気なんか雰囲気的にいいと思うんですけど、なんでハワイに降りなかったんですか？いや、もうやっぱり大陸に行ってで全米を見ながら、はい、アルバイトしながら世界一周するような貧乏旅行するような気持ちだったんですけど、はい、なんとロスはですね、はい、もう世界でも屈指の気候がいい場所。確かに、それとですね、やっぱり全て自由でのびのびとしてることが気に入ってですね、うん、それからアルバイトをしながらですね、生活の基盤は全部アルバイトで賄ってたんですか？そうです。もうアルバイトですね。はい、で言葉英語は？英語はですね今もリトル東京にずっといますから日本語がうまいですけど英語もですね、向こうは50セントでもう50円ですよね。はい、で移民のために英語のもう無料学校みたいなのがあるんです、はい、アダルトスクールって言ってですね、はい、いろんなところに英語を教えてくれるところもありますし、まあ、そういうところ行ったら、まあ、いろんな情報が入ってですね、うん、でアルバイトがこういうとこあるとかですね、それで船で行くと1年間観光ビザが当時 OK だったんですよ。はいはい、で1年後にですね、あやっぱりロスにいたいなということで、うん、それでまあ学生ビザに変えて、はい、それで最初にまた次のアルバイトを見つけたのが私の人生の一大、まあ、転換期というか宝石屋さんが募集してまして。はい店員をですね、はい、で私が1号社員で入ってちょうど1973年とかもう農協さんとかどんどん海外旅行に来る時代で、はい、まあそれで波に乗ってですね2年で自分で独立して1975年にお土産屋をスタートしたんです。リトル東京。リトル東京で、はいはい、それで19804年ロサンゼルスオリンピックがあった年の春のキャンプに石毛さんが西武ライオンズとして来られたわけですよ。メサに行きましたね。メサに行ったんです。で広川監督の知り合いのレストランのオーナーが、はい、今度西武ライオンズさんが来るから地元、はい、お土産ね紹介してあげるということでまあやっぱりきちんと事務手続きを取って、うんうん、それでメサにお土産を売らしていたんです。いやちょっと話前行き過ぎるんですよ、はい、ロスに降り立って皿洗いから始まって、はい、これで宝石関係の会社仕事を受けたわけでしょ、はいはい、でそこで例えばその頃1ドルどのくらいだったんですか？そうですね、ちょうど1971年に変動相場制になってそれまでは1ドル360円、はい、360円ですね、私は330円、72年はですね、うん、でそれから徐々に円高になってました、はい、ですから、はい、でそういう為替の時にバイトをして宝石業に入って、ちなみにその時の給料ってどれくらいになるんですか？大体ですねサラエラの時は時給が1ドル85銭、まあ、今もちろんその当時の円違いますけども、まあ、分かりやすく言ったら1ドル100円で計算すると、うん、1時間185円ですよね、うん、それから宝石店で月給はだいたい5万円、500ドルだったんですね。でもアパートが100ドルぐらいで借りれましたから1万円で借りれて、まあ、500ドル5万円でまあ生活はできるわけです。その時はもうあれですか、なんか仲間となんか共同生活するんじゃない、一人でアパート借りて住まれてたんですか？まあそうですね、安いアパートに住んでてですね、はいはい、よくほら海外生活って危ないとこがたくさんあるじゃないですか。まあリトル東京のちょっと南行くと不老者が多かったりですね、はいはい、ありますけど、それでやっぱり私はですね常に相手に笑顔でですね接しているとですね、やっぱりおどおどしたら向こうもですね、はい、ですから私はアメリカ行ってもやっぱり自分一人でやんなきゃいけないということで、はい、やっぱり身を防御するためには常に笑顔にしてるとか、それからやっぱりお金も大切にしなきゃいけないんで、時間も大切にしなきゃいけない、はい、それがもうちょうどよくですね、自分がやっぱり一人でアメリカ行ったっていうことではですね、すごくいろいろ自分自身やんなきゃいけないことを、なんかこう拳銃で脅されたとかないんですか？それはないですね。ない。前の人で、まあ、聞いたことはありますね。エレベーターの中で金出せって言われたとかいうのを聞いたことはありますけど、はい、私自身は危ない思いは一回もないですね。50年いて一回もないです。ちょっとついてるとか運がいいとか笑顔がそうさせるんですかね。僕らが行った時はそのリトル東京っていうのがまあまあロスでは有名で、はい、で。そのリトル東京の歴史も長いんですか？そうですね、もう戦前からあるわけなんです、うん、で日系人の歴史もすごい長くてですね、それでやっぱり第二次大戦の時に日系人はみんな収容されたんです、はい、その時リトル東京のお寺がもう向こうあるんですけども、そこからバスが出てみんな収容されてですね、はい、全財産取られて土地も取られて、はい、でもそれがやっぱり間違ったことだということでレーガン大統領が、まあ、謝罪してですね、うん、まあ補償金を皆さんに、まあ、少ないですけど、うん、払った歴史もありますね。84年にメサキャンプ、広川さん監督で、江夏さんも行かれて、そうですね、田淵さんも行かれて、それで、リトル東京でオリンピックというフードショップを経営されてて。はいはい、それで野田さんね、広川さんの知り合いの野田さんに誘われて、それが一番最初の出会いですね。はい。であの時はもうドジャーズのジャンバー着たりですね。そうですね。はい。なんか田淵さんが一番勝つために。そうなんです。その後田淵さんまたロスに来られて、一緒にカラオケ行ったこともありますよ。はい。何年か前行ったでしょ。なんかちょうど大谷を見に行ったんですよね。そうなんです。はい。ちょうど私の後輩がスポーツ記者で、あ、中瀬さんね。それで田淵さんが大谷見に行きたいで、私が全部向こうで切符の手配、それから空港もお迎えに行って、それで向こうで3試合ぐらい見たんですよ。この帽子はなんか意味があるんですか？いや、なんか聞くところによると、なんか応援団長やってるって話聞きましたけど、大谷の。そうなんです。3年前にですね、向こう県人会組織、北海道から沖縄まで各県人会、みんな非営利団体で、ちゃんとした組織なんですね。それで私が関西クラブというところの会長を3年前にしてまして、それは大阪、奈良、京都、兵庫。大阪、奈良、京都、兵庫、岡山でもそこの会は誰でも入れるということで、ゴルフ大会をやったりとか、演芸会をやったりとか、それで野球観戦もやって、それでですね、ちょうど大谷が入ったんで、彼は岩手県出身、それから北海道日ハムだったんで、その北海道の県人会、それから岩手県の県人会の会長さんに話して、で関西、私が代表で200名を連れて応援団長をやったんですよ。それが日本の新聞にもちょうど。それって藤本さん、それ多選なんですか、それとも俺がやるって言って？いや、じゃないです。もうもともと俺が行くタイプじゃないですか。私も関西クラブの会長も岡山なのに、なってくださいということで言われると断れないタイプなんで、それで関西クラブの会長をやった時に観戦ツアーをやるのにですね、それもずっと過去やってたんです。ドジャースが多かったんですけども、それがやっぱ大谷が来たんで、じゃあドジャースとエンジェルスって割と近いんです。ダウンタウンから両方ともドジャースはもっとすぐ近くて、エンジェルスはちょっと南の方ですけども、車で行ける、簡単に行ける距離なんですね。それで観戦ツアーをやった時もありますし、その後うちギフトショップもやってたんで、いろんな商品ですね。ですからこちら来てゴルフする時にはやはりエンジェルスとかドジャースの帽子をかぶって、やっぱり去年来た時、去年だったかな、大谷の17番でユニホームを着てね、この近くの駅を降りてかっ歩してるんですよ。まあなんでまたと思って、今アメリカメジャーリーグで大谷の評判はどうでしょうか？すごいですね。もうますます良くなりましたから、もう皆さんも毎日テレビでね、ニュースで出てますけど、まあすごいですね。彼はこのままいくとすごいことになると思いますね。もう今ダルビッシュも頑張ってるし、ね、前田健太とかいますけど、もう20億30億取れる選手になるんですかね？いや、もうそれはもっといくと思いますね。このままいけばもうアメリカ桁が違いますから。トラウトでしたっけ、ものすごいですよね。何十億も取ってますよね。もしこのままいけば彼はそういうクラスになると思いますね。素人目から見て、藤本さんは大谷はピッチャーで行くべきか、バッターで行くべきか、どちらですか？素人目だとバッターですね。ベーブ・ルースが二刀流だったのが、彼はバッターになってあれだけの記録作りましたよね。あれだけのホームランとか打った打球の速さとかですと、やっぱり超一流のバッターですよね。でピッチャーですとやっぱ体壊す可能性が強いと思うんですよね。だから長くやってもらうためには、バッターでやってもらえないかなっていう気はありますよね。さすが商売人の考え方ですね。でも誰もがそう思ってるかもしれません。で今大谷の話を出ましたんですが。大谷の前のメジャーリーガーの日本をなんか夢を与えてくれたのが1994年ですかね。94年かに野茂さんが、LA ドジャースにトルネード旋風で活躍したんですね。でその時僕知ってるんですよ。藤本さんのオリンピックショック行って、藤本さんの車がエッチ野茂の番号をつけたベンツを乗ってんですよ。これどうしたんですか、これ野茂の車なんですか？いや俺の車だっていやいや野茂さんに大変稼げさせてもらったんだみたいなでその辺のちょっとこれから話をさせていただきますけど、あの時僕も行きましたけど、売れましたね、ジャンバー T シャツ。もう日本からですね、観戦ツアーで来られましたし、で地元の人もリトル東京に集まって、でバスで球場に行って、でもうとにかくすごかったですね。で一番ベンツを変えたのはですね、野茂さんの T シャツがなんとですね、4ヶ月で2万枚売れたんですよ。うん、それでまあ、1枚からの利益ですね、はい、もうすごくですねもう来させてもらって、うん、それで初めてベンツに買い替えて、それで向こうは7文字までの自分で好きな文字でライセンスプレートが作れるんですね。それで H 野茂で、まあ、野茂豪さんということで、まあ、彼も野球のパイオニアですし、うん、私自身も裸一貫でアメリカに行った、はい、その気持ちを、まあ、表すために。うん、H 野茂号にさせてもらって、うん、でまあその後そのプレートをですね向こうで長谷川重俊さん、マリナーズからエンジェルス行かれて、はい、で彼は今50超えて今向こうでシニアのゴルファーを目指して、うんうん、私も一緒に向こうでゴルフやったりすることもあるんですけど、はい、彼が息子さんが高校生の時に野茂さんが引退した後、はい、大阪から高校生同士の、はい、交流戦がですね、ロサンゼルスで 4,5 年やられたんですよ。で野茂さんのエージェントが段野村さんですね、野村さん幸さんの息子さんで、面識あるんですよ。彼もロスに住んでたんですよ。それで彼がエージェントになって、まあ、よくリトル東京なんかは近鉄さんのホテルもありますから、サウナに行かれたりとかお寿司屋さんに来られたりとかね、会ったことあるんですけど、それでその交流戦の球場で野茂さんにライセンスプレートをですね1枚おかげさまでということで差し上げました。あの時僕らはほら球場行ってね、ドジャースタジアムでやっぱりそういうのグッズ買うじゃないですか。はい、それの料金と藤本さんのギフトショップで買うのそう値段は変わらなかったんですかね。むしろ球場の方が高かったんですよ。あ、そうでしたっけ。で入場料払って買わなきゃいけないじゃないですか。ですからうちも安く売るんじゃなくても球場と同じ値段ですよっていう感じでですね、うちですと入場料いりませんからっていうことで良心的な商売ですね。いやでも本当にすごかったですね。もうお客さんが1人で50枚買ったりとかですね、10枚とか買ったりするんですよ。でアメリカに野茂さんの英語の本もあるんですけど、はい、その書いた方がうちにも来られて T シャツがこれだけ売れたっていうのも、うん、その英語の本にも、うん、うちの名前が出てました。もともとなんでギフトショップやろうと思ったんですかって。宝石やられてて、いやですからまあ、自分で食っていかなきゃいけないってことで、アルバイト先が宝石屋さんだったんですね。でまあ私やっぱりこう売るのがまあある程度こう得意っていうか、それでいやでもですねやっぱり私の一番の常に心がけてることはお客さんが喜ぶ。売ってやろうじゃなくてお客さんがこれを日本に持って帰って、家族の方友達のお土産に喜ばれるものをやっぱり自分の気持ちになって相手にですね、お勧めしていうことで、そうするとやっぱりお客さんもただ買わされてるんじゃなくて、よく買ってくれるようになって、それでその宝石店も宝石がメインだったんですけど、やっぱりお客さんがどんどん来られるんで、カリフォルニアは元メキシコ領なんでメキシコの民芸品だとか、それからもう当時1970年代は日本とアメリカのものの値段が全然違ったんですよ。ですからお酒なんかもジョニー・ウォーカーのジョニー・グローランっていうのが我々が初任給が 2,3 万の時に2万円ぐらいしてたわけです。今もう 2,3000 で買えるわけですよね。でだから海外で買うと安いんで、何でもブランド品もですねその価格差があるんで、もう皆さん目いっぱい免税買われるわけです。でどん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 売れて、わずか1年後に私が勤めた会社がもう1軒店を開いて、でまあ私に任せてくれて、で売り上げを伸ばせばですね歩合給みたいなの、それが大きかったんですよ。そのさっき言った500ドルの給料が2000ドル4倍ぐらいだったんですよ。それで当時はグリーンカード永住権を取るのに3万ドル、まあ、300万、今はもう1億なんですよ。100万ドルを投資するとアメリカに投資移民ということになるんですけど、当時は3万ドルで、まあ、それでアメリカはやっぱり痛いなということで、で会社を作ったのがもうそのアルバイト入ってから2年後にもう独立することができたんです。25の時です。それで1975年にオリンピックショップを始めて。はい、オリンピックって名前したのがですね、もうその後ロサンゼルスオリンピックが1984年にあって、はい、スポーツ関係のものを売るようになって、でもうロサンゼルスリトル東京に有名デパートとかお土産屋がいっぱいあったんですけど、私どもが大リーグのライセンスのものをうちだけが最初扱ってて、はい、で野茂で火がついたんですけど、はい、大手百貨店がそこのメーカーに入れさせてくれって言ってもうちを守ってくれたわけです。でそこに4軒うちあったんですけど、はいはい、まあそういうことでうちもうその野茂の T シャツはうちでしか買えないわけで、はいはい、それも良かったわけなんです。それとさらに84年は会社を開けてから9年目だったんですけれども。はい、ロサンゼルスオリンピックも商業オリンピックでもうその時からグッズがですね、キャラクターグッズイーグルサムでしたけど、はい、もう後にも先にもお土産屋で開店前にお客さんが並んだのはロサンゼルスオリンピックの期間中でした期間中はそういうこともあったんですね。もうワンファだったんですね。そうです。だからもうバブルまではもう本当にずっともう順調にいきましたですね。25で起業して、はい、で結婚されてうち作りましたよね。はいはい、うち作ったのいくつの時でしたか？またでっかいうちなんだまあ向こうは広いんですよ。それが普通なんですよ。若い時買ったんでそんな大した家なんですけど、ごく中流の家ですけど、うん、まあ坪で言えば300坪の敷地に80坪ぐらい、はい、それからまあアメリカですからプールもですね、はい、ありますし、でもまあ日本から見ればまあいい、そうそうでかいですよこう東京都心見てくださいよもう20坪30坪のうちですよまあそうですけどねはい、で僕が、まあメサキャンプ行って初めてお会いさせていただいて、引退して97年にアメリカのロサンゼルスにコーチ留学、ドジャーズにしたんですね。でも野茂がいました。で、ことあるごとに僕はセンチュリーシティっていうところで泊まってたんですね。 でうちの女房がなんかその商社マンが泊まってるこっちの方がいいんじゃないのって誘われたんですけど、うちの女房も変な性格なんで日本人のいないとこがいいっつって、はい、センチュリーシティの方行ったんですよ。ちょうど「ダイ・ハード」の1で映画「中富ビル」っていうフォックスビルの真下くらいに、コンドミニアムで住んでました。でちょっと行くとなんだっけロディオドライブがあったりですね、高級ブティックがあったりですね。先日していいとこですから、ね。はい。で、そうして僕は毎日うちからドジャース球場まで通って、時折藤本さんのとこ寄って、日本人レストラン行ってみたり、いろんなとこ紹介させていただいてもらって、本当にこういい思い出だったですね。それで97年、メジャーも見て、マイナーも見て、で独立リーグもちょっと見させてもらって。その時に独立リーグが日本にあれば日本の若者を救えるのになと思って、まあ、その後何年か経って2005年から独立リーグを立ち上げていったんですけど、でその後ね僕、もう一度2000年に葛谷さん覚えてるでしょ、はいはい、西武ライオンズの通訳やられてて大英行かれて野茂さんと一緒に、はいはい、で葛谷さんに「葛さんもう一度俺アメリカ行って今度はマイナーリーグを中心に見たい、付き合ってよ」っつって「行こうよ」っつって。うんでまあいろいろ珍道中したんですけど、その時もなんかいろいろ藤本さんにお世話になっちゃってお世話になりっぱなしでしたけどねいや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 本当にまあでもああいう経験があったから、うん、でもその藤本さんのとりあえずアメリカ行こうよ船乗っちゃよみたいな、それからね僕もう37年前に初めてお知り合いになって。深くなったら24年前なんですけど、でこういう本を藤本さんが書いたんですね。でこれ僕は紐の方にちょっとこう、コメント入れさせてもらったんですけど、日本人が失った日本人らしさをロサンゼルスで暮らす藤本明さんから教わったと。志は高く夢は大きく。いやー本当にねその後まあそうやっていろいろ成功されて。今本当に岡山と母校といろんなことやられてるんですよね。はい、はい、母校が優秀な学校なんでねなんか桜の木をいっぱいまず寄贈したとかって聞きましたけど、そうですね還暦は人からお祝いしてもらって、うん、で古希ですねまあ1年半ほど前ですけれども、うん、まあ古希になった時に、まあ、やっぱり世の中に恩返しをしようということで、うん、まあ寄付活動をですね、アメリカはすごく寄付の文化がありますから、うん、それでまあ母校に古希の返礼ということで、うん、学校に桜を植えさせていただいて、うん、それから母校がまあ今 AI 人工知能ですごく進んでる。で三豊市って香川県三豊市と、はいはい、それから東大の AI の第一人者の方と、はい、うちの学校で舞鶴研究所っていう、うん、そこにも寄付させていただいたら三豊市長からちゃんと、うん、感謝状が来ましてロサンゼルスの武道館が できてですね、はいはい、33億円が全て寄付で成り立ってるんですね。で一番日本人の寄付、もう地元の方全部小さい金額から大きな金額まで、そこにも寄付ですねさせていただいたりとか、今そういった役立つようなことをですねしたいと思ってまして、でこの本もですね、これはですね友達はこれ太平洋を渡ったもう一つの夢ということで、こう友達に言ったらもう本出したらもう人生おしまいだって言われたんですけどそうじゃなくて同じ段階の世代の方をですね、元気づけようということと、はい、私の夢をいろいろ書いて、でこれは石毛さんにですね、はい、いろいろ一緒に対談させてもらったのを書いたりしてですね、はい、でなんとこの本出た当初ですね、やっぱり石毛さんが帯書いてくれたおかげで、はい、ベストセラーにですね、月間ベストセラー、ロサンゼルスの紀ノ国屋さんだけですけど、はいはい、ロサンゼルスに紀ノ国屋さんがあって、はい、そこの月間ベストセラーをちゃんといただいたんです。はい、7年前7年前ですね、はい、これが1990、はい2014年出したんですね。これはもう石毛さんのいやいやいや何をおっしゃいますか僕もいただいて読んでね、もうすぐ読める本なんでいやこんな思いでいやこんな感覚絶対日本人には今必要だよねと思って逆に今気づかされた本でございました。はい石毛さんもですから石毛さんがその後日本に帰られて独立リーグを始められて四国だったんで、四国にもオープニングの時に行かせていただきましたし、それから香川でしたね、香川県高松球場だったんですよね。私も学校が香川だったもんですから、それはやっぱり石毛さんの素晴らしいところはやっぱりアメリカ行ってその独立リーグを向こうで学ばれて、それを日本にやろうということはですね、私はすごく素晴らしいもう四国リーグができて、それから他の方もいろんなところに独立リーグを変えて。でそこで活躍した選手がまたプロに行ってまた活躍するっていう最初の基盤を築かれたっていうことはもう野球界にとっては私は素晴らしい業績だと思います。最初はいろいろ賛否の方が多かったですかね、もうやめとくめ何考えてんだバカじゃねえかみたいなこと言われましたけどもうおかげさまで藤本さんあれも16年くらい終わってですね、トータルで四国からは60数名が NPB に行って、で指導者も、その四国リーグから今度メジャー NPB に帰ったりしてですね、で2年遅れの BC リーグも20数名かな NPB に行ったりして、今特にちょっとこっちの方の BC リーグの方の方がNPB とお付き合いがあってですね、途中で選手が移籍していったりですね、わりかしプロ野球界 NPB から重宝されるようなリーグにもなったし、アマチュアからも、高校からそういった独立リーグに大学からあるいは社会人からというところで、わりかし野球人の大きな受け皿になりつつあるのかなという気がしますね。立ち上げたことはそうそう間違いじゃなかったかなという気がしますね。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよいいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。